こんにちは、レイセンです。今日は4月23日木曜日になります。絶食739日目、フルータリアン実験は26日目です。天気は晴れですね。で、現在時刻は午後1時10分ってところです。今日から本格的なフレッシュジュースだけのフルータリアン実験ですね、やっていきます。で、今日は3回作ろうと思ってるフレッシュジュースを。わかんないけどね、2回で済む可能性もあるけど、一応ね、ちょっと余裕を持たせて無理はしないように、で、まあなるべくフレッシュジュースだけで済ませていきたいもんで、なんで、まあ、切り替えの最初の日だもんで、ちょっと多めにフレッシュジュース作って、でやろうかなと思っています。まあ今あるのが甘夏と、あとスイートスプリングだね、あれだけだもんで、まあそれで作るってとこです。で、今日ね、おそらく来ると思うんだわ、追加で買ったみかんがね、甘夏とスイートスプリングね。で、まあそんな感じで、今日はフレッシュジュースだけでやっていく予定です。そしたら、絶食の739日目始めていきます。今日も作っていきます。フレッシュジュースですね、甘夏2個で、703g ですね、 703g とスイートスプリングね、スイートスプリング、まあ大小っていうか中小かな、中小合わせて6個で、これが 769g、 合わせて合計 1472g、 まあ 1.5キロってとこですね。したら作っていきます。これ口に加えてる時ってあれだよ、食べてるわけじゃないからね。種をね、この種を出すためにね、歯で吸い出した方が一番早いんだわ、効率がいいっていうかな。種入っとるでしょ、歯でこの先端破って、で押し出すんだわ、こんな感じでね、どっちも450だね。こっちがスイートスプリングで、こっちが甘夏なんだけど、どっちも450だな。まあ900ってところです。そしたらこれ取っていきます。今うどんスープ作ったところです。
あの東丸のうどんスープのね、一袋、これ一袋に水250ミリです。したら飲んできます。夜もフレッシュジュース作っていきます。2回目だね、これで。甘夏2個で 523g とスイートスプリング5個。あ、5個だね、5個。大小合わせて5個。で、これ 691g。合計が 1214g ですね。こんだけで。1214。まあ、朝よりちょっと、朝っていうか、1回目よりちょっと少なめですね。これで今日1日で合わせて2686なんで、まあ、2.7 キロってとこです、うん、そしたら作っていきます。甘夏が350で、スプリング、スイートスプリングが400だね。750ってところかな。したらこれ飲んでいきます。ちょっとこれ飲みたくなったんであのいちごラズベリーですね。330ミリ、これ取っていきます。うどんスープ、東丸のうどんスープですね。一袋と水250で、まあ、作った。2回目だね今日、うん、したらこれ飲んでいきます。これトウモロコシのスイポタージュあと2本残ってるんだけど、まあこれは早いとこ使い切って、まあ、なしにしちゃおうと思うんで、ペーハー調整剤とか乳化剤入ってるんでね。これ飲むとね、お腹の調子悪くなるんだわ。お腹っていうか体の調子悪くなるんだわ。まあ今後は使わないもんで、まあ今のうちに消化しちゃおうかなって思うんで、まあ今日1本ないし2本飲んじゃうと思います。今からね、もう1本ね飲んでいきます。
でウエスト測っていきます。正面、側面と背中、69.5 ですね。血圧測っていきます。112-82です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は7時間半ほどとっています。午後5時半から8時までの2時間半と、翌日午前2時半から5時半までの3時間、あと午前6時半から8時半までの2時間で、合わせて7時間半ってところです。で、ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度、正午12時40分頃計測で23度、湿度は 29% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 830ml、 豆乳は0ですね。で、果物ジュースも0です。で、果汁、今日午後1時15分頃、甘夏 703g、 スイートスプリング 769g、 合わせて 1472g でできたのが 900ml と、あと午後9時10分頃、甘夏 523g、 スイートスプリング 691g、 合わせて 1214g でできたのが 750ml。 この2回ですね。この2回作ってて、で、合計が 2686g で、できたのが 1650ml ですね。 2.7kg で 1650 ってところですね。これだと、水は 1000ml 取っています。合計が 3480ml、 水 1000ml のため実質は 2480ml になります。なので今日は 2.5 リッター摂食ですね。いいね。今日はきな粉も取ってない。で、2.5。まあ、2.5 ならまあまあ OK でしょう。ただまあ、一応合格ラインは2リットル以下にしようかな。2リッター絶食以下。2リッターだともう、アウトっていう形にしようかな。2リットルまでだね。2リットルまで。まあそうだね。1.99 までにしとこうかな。2リットルはアウト、2.5 はアウトっていう形にしようかな、今後。今日は野菜ジュース、いちごラズベリー1パックと、あとトウモロコシのソイポータージュ2パック取ってるもんで、まあこれはいらないんだわ。まあ今日はちょっとね、まあいきなりだとちょっとやっぱり無理しちゃうかなと思ったもんで、その辺もあったし、あとトウモロコシのソイポータージュはあれ、pH 調整剤と乳化剤入ってて、腸に良くないもんで、まああれも使い切ってゼロにしちゃおうかなっていうのがあったから、で、綺麗さっぱりもうそういうのはなしにして、で、まあやろうかなと思ったんでね、まあその辺もあって今日は使っとったってとこです。まあだから今日は 2.5、 まあこれはこれでいいんだけど、今日はまあこれでいいんだけど、まあちゃんとしたフルタリアン実験としては、これは合格ラインではないってとこですね。で、活性器、今日はなしです。で、今後、まあ、活性器はもう抜こうかなと思ってます。いつも毎回ね、活性器なしですって、もう説明するのももう、しばらくはまあ、入れないと思うもんで、もうやめにしちゃおうかなと思ってます。で、塩、ヌチマーサー 5g 取ってます。みかんのカーペーストは今日はなしです。で、香辛料は、スープにちょっと入れてるんで、ありですね。まあ、少しだけあり。で、醤油はなしってところです。で、きな粉は今日はなしですね。で、スープはうどんスープ。東丸のうどんスープ。あれ2袋使ってます。で、そこで、まあ、水ですね。水を 250×2 回使ってるので500。で、あと塩水今日500ミリしか取ってないもんで、合わせて1000ってところですね。で、尿回数は9回出てて、濃さはかなり薄め、あとほぼ無色、あと完全無色。量は平均的な量の時と少し多い時がありました。大便は0回です。今日は大便出てません。おなら時々ありで、匂いは少しありですね。まあ、ゼロじゃない。やっぱ時々あるな、今日は。時々あった。で、匂いも、まあ、少しちょっと臭いかなっていうとか、匂いが少しありましたね。で、まあ、結局、昨日と今日と、
下痢だね、下痢。下痢で洗い流そうとして腸の中をね、腸内洗浄しようかなって言ってて、結局やれなかったんだけど。いや、あの割とお腹の中にちょっと残ってるっていうのかな、飲んだものとか、飲んだものが残ってたりしてね、なんかやるタイミングがなかなかなかったんだよね。やってない。明日はやりたいなとか思ってるところですけどね。2リットルぐらい飲んで、で下痢を出す、それでもう腸の中をきれいにするですね。それやろうかなと思ってるところです。今日の計測時刻は午前11時10分頃に計測しています。昨日よりも50分ほど早いですね。まあ 0.1 キロぐらいその分増えてるってことになります。体重 59.15 キロ、昨日と変化なしですね。まあ、なんで昨日と同じ時間になったら、まあ、ここから50分経つもんで、そのあたりで 0.1 キロは減ると思うから、そうすると、まあ、0.1 キロの減少ってことですかね。BMI は 18.7 で変化なし、体脂肪率は 12.9% でプラス 0.6% の増加です。なんで今日は体重変わってないんだけど、体脂肪率はちょっと増えてるんだわ。なんだろうな、これ。ね、一つは可能性があるのはフレッシュジュースだし、だけど、あとは、まあ、トウモロコシのソイポータージュ、このあたりかな、このあたりが怪しいなと思ってるところです。うん、割とね、あのフレッシュジュースも、あの体の体重体脂肪率だね、体重体脂肪率を、まあ、あの維持してくれるっていうか、うん、まあ、そんな感じがあったもんで、なんかこの辺が関係してるかもしれないけどね。あれもね、一気に飲むと体重体脂肪率が増えるような気がする、多分ね。一気に飲むとね、ちょびちょび極次減量法でちょびちょび飲んでたらそんなに増えていかないんじゃないかなと思うけどな。飲み方で変わる可能性が高いんだよ。まあ、この辺の実験はもうちょっとやっていかないと厳密なところ分かんないなと思ってるんだけど、うん、ただまあどちらにしても、あの若返りメソッドは極次減量法絶対入ってくるもんで、絶対極次減量法が必要なんだわ、若返りメソッドにはね。で、今まだそれができてないんだけどね、なかなかね、極地でとどめるっていうのがね、できる時とできない時があって、今ちょっとできないんだわ。これはまあ、あの実験、まあ、あのフルタリアン実験進めていく上で、まあ、徐々にできるようにしていこうと思ってます。で、血圧112-82、最高血圧-3、最低血圧変化なしなんで、まあ、血圧はそう変わってないですね。脈拍71で変化なし、ウエスト 69.5cm で、これも変化なしです。まあ、なんで今日は体重、体脂、まあ、体重、血圧、脈拍、ウエストはそう変わってない。今日は体脂肪率だけ上がってるんで、増えてるんだよ。なんだろうな。まあ、明日以降トウモロコシのソイポータージュは取らないもんで、明日以降で体脂肪率が増えるようだったら、まあ、果物っていうかフレッシュジュースだね。まあ、ここが怪しいだろうってとこです。うどんスープが影響してるとはちょっと考えにくいしな。うん。で、今日の気づき。まあ、今日別にそう気づきっていう気づきもないんだけど、あの、まあ、pH 調整剤と乳化剤の入ったトウモロコシのソイポタージュだね。あれ、やっぱ取るとね、お腹の調子がやっぱちょっと悪くなるんだわ。お腹の状態がちょっと悪くなるんだよ。うん、これ絶食してないとね、気づかないぐらいのレベルなんだけど、うん、普通の食事とか取ってたら分かんない、鈍感な時は分かんないと思う。絶食してて敏感、かなり敏感、細かいね、変化、腸の細かい変化が気づけるような状態で初めて分かるっていうのかな、そのぐらいの、まあ、あのものなんだけど、ただ絶食してるとよく分かるんだよ。やっぱね、腸のお腹の状態が、ああなんか悪くなってるっていうのが分かる。これが添加物だなって、添加物が影響してるって。なのでね、添加物ってね、割とね、あの、分かりにくいんだよ。普通に1日3食取ってたら分からないと思う。うん、だけど、あの、体の変化をね、まあ、よく感じ取れる人だね、は分かると思う。まあ、なんで、鈍感な人には分からない。で、結局でも、あの、添加物たくさん取ってると、子供が奇形児だね。奇形児の子供ができちゃったりする。まあ、前も話したけど、あの、ちょっと前まで世界一だったよね。あの、世界ワースト1っていうのかな。うん、奇形児の出生率で世界一だったからね、日本は。うん、まあ、知ってる人は割といると思うけど。
今韓国か中国、中国はねデータがね正確なデータが出てこないもんで、おそらくはね中国が一番だと思うんだわ。ただデータが出てきてなくって、で一応まあ正確なデータがある上で今一番が韓国かな。日本が 2位だったかな、ちょっと前まで日本が1位だったんだよ。でその原因っていうのが、まあ、添加物っていう、添加物と農薬って言われてるね。まあ、あの割と有名だから知ってる人は知ってると思うけど、まあ なんで、あの体ちょっと取った分にはねそう分かりにくいんだよ、添加物とか農薬とかってね。分かりにくいんだけど、そういうふうに奇形児を一杯出生させるとかね、やっぱね、あのまああと病気とかにもなるわな。日本もね病院なんか行ったらもう2時間3時間待ちっていう異常な状態になってるしな。ああいうふうに、まあ、やっぱりみんなをあの苦しめてるっていうのかな。みんなだけじゃなくてその赤ちゃんっていうのかな、赤ちゃんも異常な状態で、まあ、あの生まれてくるようにさせちゃってるから、まあそんな感じで、出生率世界一で、あの赤ちゃん奇形児とかだね、奇形児とか、あとまああのなんだ中絶だな、中絶とかであのやる方法っていうのもあれ結構むごいからね。お腹の中で針刺して殺して、でそっからあの出して、でその後にハサミで手足とか首とかちょん切って、で燃えるゴミで出すっていうね悪魔みたいでしょ。そういう風にしてるらしいんだわ。まあそれが現状っていうのかな。まあそういうあの状況っていうか、まあ今分かってきてるのはそんなところだけどね。で、まあその結局今日トウモロコシのソイポタージュで取った感じだと、まあ取った時ね取ったらあの調子悪くなったっていうんだけど、で寝て起きたらまああのお腹の状態は治ってるんだよ、治ってたんだけど、あのねなんかね妙にイライラするんだよ今日朝ね、今朝からね妙にイライラする。なんかここ最近こんなイライラはなかったんだよ。なのでね、考えられるのはもうあのこのトウモロコシのソイポタージュだね。あれを結局2パック取ったもんで、1パックだったらまだ添加物ね、pH 調整剤とか乳化剤の量がまだ少なくてよかったのかもしれないけど、2パック取るとさすがに腸の中の状態が悪くなって、で腸環境悪くなると、いや精神とあと脳に良くない、悪くなっちゃうんです。で脳と精神と脳が悪くなっちゃうんだわ。まさにそんな感じなんだよね、今日は。なんでやっぱね、あの添加物は怖いな、怖いというかまずいな、あれ、いや危険な代物だって思った、精神ここまで悪くさせるっていうね、まあ取らない方がいい、絶対取らない方がいいなって思ったね、まあ気をつけた方がいい、 pH 調整剤とか乳化剤とか入ってるやつは気をつけた方がいい、まあ本当言うとね、あの調味料各アミノ酸、あのグルタミン酸ナトリウムとか、あとカラメル色素とか、ああいうのも良くないんだけど、あれうどんスープの中入ってるんだよね。だあれもゆくゆくはまあなしにしちゃった方がいいんだろうけど、まあフレッシュジュースだけでやってるとなんか口がね甘くなるもんで、甘ったるい感じになるもんで、まああれは一応必要かなっていうふうに思ってるところです。代わりになるもの、添加物全く入ってない代わりになるものがまた見つかればいいけど、でまあ今のところいろいろ試した感じだと、まあうどんスープがあれがまあ添加物入ってるけど、なんかお腹の状態が悪くなったりとかなかったもんで、まああれが一番いいかなってところです。あと喉もね最近やっぱりちょっとね痰がへばりつく感じが増えてきてるんだよね。なんか喋りにくいし、声もなんか変な声になるんだよね、ガラガラの。まあ、みかんのカーペースト、まあそろそろ作った方がいいんじゃないかなとは思ってるんだけど、なかなかね億劫でねやる気にならないやる気にならないね、まあそんなとこです。明日はあのまあフレッシュジュースだね、朝晩でフレッシュジュース作ってやっていこうと思っています。まあ2回で足りなかったら3回作ってもいいかな、ちょっと多めでもいいもんで、なるべくフレッシュジュースだけでね
やれるようにしていきたいっていうところです。それぐらいですね。まあ必要だったらイチゴラズベリーもまあ取ってもいいかな。あと超コレイチだね、超濃縮のコレイチもまあ取ってもいいかなと思ってるけど、まあどうしても必要だったらね。うどんスープはまあ1日1杯ぐらいは取ってもいい、まあ、魂は取ってもいいってことなもんで、まあ、なるべく1杯で済ませたいところです。まあどうしても必要だったら2杯取るけど、なるべく1杯にしたいってとこですね。であとまあみかんだね、注文してたみかんがね昨日不在でなんか届かなかったらしいんだよ。今日昨日いたんだけどまあ耳栓とアイマスクしてる間にどうも来てたらしくって、うん、夜遅かったんだ、もう6時ぐらいに来てたみたいだから、うん、いつもはもっと早い、うん、あんなに遅いとちょっと思わなかったもんで、うん、でまあ郵便局に取り行こうと思うから、あとちょっとまあ、買い出しじゃなくてまあその、うん、配達物を引き取りにねちょっと出かけてきます、うん、まあそれだけですね。そしたら、絶食739日目完了です。それではまた明日。